はい、始まりました。はるかと、みことの、ミルブロ。パーソナリティは、私、阿部はるかと。おはこんばんちは。みこと先輩で、お送りいたします。今回は、異世界転生ものですよ。またまた、チートものなのだろうか。わかりやすいぐらいチートですね。わかりやすいぐらいなのか。では、今回のお題は、アラフォー賢者の異世界生活日記、です。名前だけだと、スローライフものっぽいのだが。それでは、作品紹介を。分け合って、畑の世話をしながら田舎に引きこもっていた、大迫、サトシは、VRRPG、ソード&ソーサリスで、邪神を倒したところ、その呪いでなぜか命を落とします。しかし、気がつくとゲームでのアバター、ゼロスマアリンの姿とステータスなどを持ったまま、異世界の、未開の森の真っ只中に転生させられていました。異世界で平穏な生活を目指すものの、そのチートな能力と本人の性格が災いして、世界に影響を与えるほど、様々なトラブルに巻き込まれていきます。と、いった感じでしょうか。ゲーム内転生ものかな?プレイしていたゲームとは、違う世界に転生したっぽいですけどね。ゲームで倒した邪神の呪いで、プレイヤーの、大迫、サトシは、命を落とすのですが、気がつくと、ゼロスとして、異世界に転生していました。転生した異世界の神が、ソード&ソーサリスに邪神を封印していたらしく、神を名乗る者によって、ゲーム内データのまま転生させられたらしいな。もっとも、ストーリーが進むと、神と邪神の真実が判明するのだが、過酷な大侵略地帯に転生させられ、生存競争の末に脱出した、ゼロスは、盗賊の襲撃を受けていた貴族の、クレストンと、孫娘の、セレスティーナを助けます。クレストンは、魔法王国ソリステアの、元公爵で、この二人との出会いは、後々まで、ゼロスの異世界生活に関わってくることになるぞ。また、セレスティーナが魔法を使えない原因を、ゼロスが見つけたこともあって、しばらく、セレスティーナの魔法の家庭教師をすることになります。ソリステアの魔法術式の質が悪かったのが原因だったようで、ゼロスが書き換えたことで、すぐ魔法を使えるようになるし、ゼロスのサポートで、各上の魔物を魔法で倒せるようになるぞ。また、孤児院のシスター、ルー・セリスを助けたことで、孤児院に出入りするようになったり、セレスティーナの兄、ツ・ゲイトも弟子に加わって、サバイバル訓練をすることにも。ルー・セリスに横恋慕していたツ・ゲイトが起こした騒動を解決したことで、ゼロスが、ルー・セリスに惚れられることになるぞ。あと、ツ・ゲイトが騒動を起こした原因については、後に判明するのだがな。サバイバル訓練が終わり、セレスティーナとツ・ゲイトが、学院に戻ったことで、ゼロスは無職になるものの、報酬に家と土地をもらい、冒険と実験の日々を送ります。チートな上に、ゲーム時代のアイテムと知識を持っているので、金には困らないからな。それからは、貴族の少女、クリスティンを救助しつつ、ダンジョン探索をしたり。クリスティンは、後々、ツ・ゲイトとも関わりを持つことになるぞ。土木工事のアルバイトに駆り出されて、謎のモンスターと戦う羽目になったり。謎のモンスターのドロップ品は、かなり重要な役割を持つことになるぞ。同じ転生者のイリスたちの依頼を手伝った結果、ワイルドコッコを弟子にしたり。ワイルドコッコは、鶏のモンスターだが、進化していて波の冒険者では歯が立たないぞ。学院内の派閥抗争に巻き込まれた、ツ・ゲイトたちの護衛に向かうことになったり。この襲撃者の中には、転生者が数人雇われていたのだが、ゼロスの旧敵である、姉、シャランらも加わっているぞ。他にも、邪悪な妖精や、死神教と対立したり、国をまたいで転生者を救助したり、学院で、セレスティーナのもう一人の兄、黒いサスと研究でやらかしたりと、世界の命運に関わり、いろいろ巻き込まれながらも趣味に生きていく。そんな感じの、アラフォー賢者の異世界生活日記、ですが、どうでしょうか?個人的感想ではあるが、コメディー色が結構強いな。キャラクターの悪が強いですからね。優秀なキャラほど、非常識になりがちな作品みたいだからな。ちなみに、アニメ化については?なくはないんじゃないかな。書籍化も、コミカライズもされてますね。コミカライズは、2本やってるぐらいだからな。どっちかの出版社が動けば、アニメ化する可能性は高そうですね。
そういうことだな。おじさん系、地位と転生ものをネタにしましたが、今回の配信はこのあたりで。にしても、なぜ2社でコミカライズしているのだろうか。アニメ化のために、ツバつけてるのかもしれませんね。序盤の話なら、映像化しやすそうだからな。話が進むと、神やら勇者やら国やらと、いろいろ複雑になっていきますけどね。さらに、ナローでの更新頻度も下がっているけどな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次もよろしく。